こんにちは、それ、ほんと、芸能ニュースチャンネルです。今回は、木下ゆきな、やってしまったについてです。以下引用。いくら無知でもこれはひどい、木下ゆき祭が大阪地震で、不謹慎すぎる、一言悪気がなければいい。という問題ではないタレントの木下ゆき祭が6月20日に更新したインスタグラムが波紋を呼んでいる。18日に発生した震度6弱の大阪北部を中心に起きた地震。関西在住の木下ファミリーもその影響を受けたものの、私にできることは不安が和らぐような天気を届けること、との理由で震災後もインスタを更新し続けた。木下自身も世論に気をやってか、嫌な気持ちになる方は見ないでください、と呼びかけている。実際に無事を心配していたファンもいるようですし、インスタ更新自体にとやかく言う必要はないでしょう。夫婦揃っての笑顔の写真も明るくていいと思います。でも、被災者らを気遣ったと思われる文面があまりに常識がなさすぎると、多くの人たちから猛烈なダメ出しを食らってますね。女性指揮者、まだまだ油断できずから、に始まる木の下が投稿した文面が問題のそれ。地震への恐怖と不安が見て取れるものの、最後の締めで全てが台無しになっている。どうか、皆様、お気をつけてください。被害に遭われた方々のご冥福をお祈りいたします。とやらかしてしまった。文法的にまさしく書くなら、犠牲になられた方々のご冥福をから、です。被害者の冥福を祈るというのは、あまりに無知な間違いですね。いくら、おバカタレントでもやってはいけない間違いがあると思います。言葉足らずというより、常識足らず。有名人だけに、不特定多数の人が見ます。少しぐらい、言葉の使い方を調べてから、投稿しても、遅くはないと思うのですが、無礼で女性指揮者、ネット上には、言わんとしてることはわかるから、と、彼女の、キャラへの諦めコメントも少なくはない。だが、ちょっと、書き間違えたぜ、済まされないものがあると思う、というものや、菅義偉官房長官が地震を受けた、会見で、枚方市、の読みを間違えたことを引き合いに、菅官房長官の、舞方市、と同レベルという皮肉。さらに、おや、なんだからもう、言葉の常識ぐらい覚えようよ、嫌な気持ちというよりがっかりな気持ちになった、など、不謹慎すぎてシャレにならないとする意見もかなりある。もっとも、結局、本人は、何を間違えたかわからない、まま？視聴ありがとうございました。毎日配信していきますので、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。